よっ、友朝日ひなただ。今回は、てってれてってって、うちで採れたさくらんぼを紹介したいと思います。ということで、やっていこう。これね、うちで採れたんですよ。すごくない？じゃあね、今年の出来はどうなのか食べてみようか。美味しい。俺好みの味だ。うん、美味しい。みんなもぜひ食べてみてね。食べれないか。ということで、もしこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ。